はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。今日はですね、珍しくアプリの紹介をしてみたいと思います。このソーラーウォークですね、アップルの今週のアップっていうやつで選ばれてまして、1週間おそらく無料でダウンロードできると思います。ちょっとね、アプリの容量300メガぐらいで重いんですけども、これぜひおすすめです。ダウンロードしておいた方がいいと思います。こんな感じでぬるぬる太陽系を動かせて遊べてしまいます。こんな具合ですね。でね、すごく面白いなと思ったのが、ここで、太陽系の惑星を選べたりするんですけども、水星で、ちょっと昔話題になったハレー水星、これをタップするとハレー水星の今の位置がわかるんですね。今どこにいるのかなって、これどん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 縮小していくと、この位置、結構もう太陽から遠ざかった位置に今飛んでるんですよね。こういうのが分かるってのはすごくいいですよね。こちら側で時間を進めたり、過去に遡ったりすることができます。この辺でですね、一応いろいろ映画とかいう設定があって、で、映画といっても、まあ想像しているようなムービーではなくて、説明スライドみたいな感じですかね。例えば日食なんかを選んでみると、日食の仕組みをこうやってアニメーションで説明してくれます。で、この太陽系なんですけども、どん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 縮小していくとですね、どん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 縮小していくと、この銀河まで行ってくれる。もうこれ最高ですよ。宇宙好きの方はね、ぜひこのアプリダウンロードしておいた方がいいと思います。結構綺麗ですよね、これ。嬉しいのが iPhone5 にも対応しているので、レティナディスプレイ の高精細な画面で、この太陽系をこう楽しむことができます。すごくおすすめです。はい、ということでですね、今回はこのソーラーウォークというアプリを紹介してみました。それでは。